コロンモデルを使ってワンパターンメソッドの解説をします。スタートは左手12時の位置でスタートし、直腸は左手7時半のところまで左回転して進みます。 S に入ると右回転し、左手9時の位置で S 腸部をアップ方向に見てアップアングルで越えます。 S 後半は引きながら右回転をしていきます。9時から10時半まで右回転していきますと SD が右方向に見えてきますので、ライトアングルで越えます。SD をライトアングルで越えましたら、左手12時までライトローテーションし、下降結腸を進むとアップ方向に肥満極が見えてきますので、アップアングルで越えます。越えたことを確認して肥満極で体変換をします。体変換に伴って左手も12時から10時半に左回転します。横行結腸は左手10時半のまままっすぐ押していきますと、ミッドトランスバースがダウン方向に見えてきますので、ダウンアングルで引っ掛けてプルを開始します。引きながら左手を7時半までレフトローテーションすると、ダウンアングルがレフト方向に変わりますので、レフトアングルで緩腕に突き当たります。左に突き当たった後、緩腕極のひだを右に見てライトアングルで越えたら、12時までライトローテーションし、アップアングルで上行結腸、盲腸に到達していきます。